私たちの健康管理にとても役に立っているのですが、何に役に立っていると思いますか？それではその答えを大型画面にお願いします。実はこの姿勢でシャチの体温を測ることができるんです。シャチの体温は細長いセンサーを50センチほどお尻の穴に入れて測ります。シャチの体温は35度から36度くらいと、私たち人間と同じくらいの体温をしています。ここ名古屋港水族館では朝と夕方に体温を2回測ることでシャチたちの健康管理に役立てています。続いてはリンがプールの中を泳ぎ始めました。シャチはイルカやクジラの仲間の中で一番早く泳げると言われていて、最高時速50キロも出すことができるんですよ。リンがあっという間に一周してトレーナーのところに戻ると、水面にはなんと大きな波が伸びました。実は今のように波を起こすような行動は野生のシャチたちも行うことがあるんです。続いてはこちらの映像をご覧ください。こちらは南極のロシアと落として食べてしまいます。このようにシャチたちは波さえも狩りに使うとても知的な動物なんです。続いてはそんなシャチたちのダイナミックな姿をご紹介します。まずはステラがジャンプに出発です。勢いをつけてジャンプです。大きな体を見事に持ち上げました。ステラはトレーナーのところへと戻り込めてもらいます。ここ名古屋港水族館では小池やサバやイシシといった私たちでも馴染みの深い魚を与えているんですが、再びミカホンのステラにジャンプを寄せられています。ステラは現在体長が再びトレーナーのところに戻り褒めてもらいます。シャチにはたくさん歯が生えていますが、餌は噛まずにスルッと丸飲みにして食べているんですよ。そんなシャチたちの餌の食べ方にもぜひ注目してみてくださいね。続いてアースの